ダメだね。いや、もうちょっと細かいの釣ろう。細かいの。細かいの、どの、浅瀬にいると思うんだよね。もっと。ほらほらほら。いっぱいいる、いっぱいいる。皆さん、食べない。あまりお好みではないようです。何食ってんだろう。この水を食わないようなベイトなのかな。ベイトを釣ろう。ベイトを釣ろう。ベイト釣ってこう。ベイト釣ってこう。ベイトもそんなに岸についてないかもしれない。追われて岸に行ってるだけなのかもしれないね。もしかしたら、その先入観があった。確かに。ちょっと今その先入観を捨ててみよう。ちょっとちっこいギルがお手頃なんだよね。あれちょっとでかすぎ。ギルいないね。あんなゴギュールみたいにいると思うんだけどな、ギルなんて。なんかすげえありがたい生き物に見えてんだけど、いないところにはいないんだね、あんな。ギルちゃん、奥側の方がいいかな、ギルちゃん。ちょっとね、針ちっちゃいからね。上の方がいいけどね。いるだろう。あれも食えない小魚って何？コイの稚魚とかそんな感じなのかな？なんかの稚魚なのかな？袖張りかな？袖張り。袖張りでラインを落とすか。さすがにあれで乗らない魚はちょっとナイロンさんはちょっと強すぎるな。さすがにね。何食ってんだろう。じゃないだろ、なんか閉まってるだけだろ。なんだベイトは。やっちゃったよ。ハゲてきちゃったよ。ハゲてきちゃったよ。ハゲて
ちゃったよ、上げてきちゃったよ。なんだベイト、あーマジでこれがあんまりうまくいかないパターンは珍しいな。なあ、ちっちゃい針だからな、ちっちゃい針だからぶっ壊そう。なんか効かなかったな、その辺ね。なんかちっちゃい魚だと思うんよ。袖張りとかそういうレベル。食わないですかね。ゲルじゃないんだったらマッチザベイトじゃないですね。マッチしてないですね。袖張りで釣る魚かにゃ、釣ったことあんまりないからちょっと苦手かも。袖張り一応持ってるけどな。何この細かいの。あ、何、なんか井戸に変な感じきたけど、餌ケチんなっつうことだろ。言いたいことわかるよ。お前らの言いたいことは。餌ケチんなよ。